あ、ご機嫌だな。よし、じゃあ、今日の退院できるかどうかもしもししよう。いい？いいですか？にゃんにゃんを、にゃん。はい。信州大学附属病院にある小児科病棟です。ベッド数は24床。白血病など血液疾患の患者が多く、数ヶ月以上の長期入院をしている子どもも少なくありません。今痛い？今痛くないのね。じゃあさ、ちょっと 見るだけでいいや、見るだけで。ね。触んないで見るよ。OK。まあ、その辺も調整してくれるので。この日、病室を回っていたのは、小児がんを専門にする森田大輔医師です。実は森田医師自身も中学生の時に白血病の経験があります。それから25年、森田医師が小児科病棟の今をホームビデオで撮影してくれました。いいですか？はい。これ消防、うん、おー、消防じゃね、これはね、ベッドだよ。知ってる。これは誰？信州大学附属病院小児科病棟。小さなベッドの上は子どもたちの治療の場であると同時に生活の場でもあります。十分時間をかけてコミュニケーションしてから診察に入るのが森田医師のスタイルです。足痛くない？ OK、はい、もしもししてもいいですか？今。おお、ありがとう、ありがとう。お、今日はいいですね。子どもたちはそれぞれが辛く長い治療と向き合っています。その日の気分で治療を受け入れられる時もあれば、受け入れたくない時もある。その気持ちをできるだけ尊重しています。病棟の中にある処置室に女の子が向かっていました。はい、これから骨髄検査という、まあ、ちょっと痛い検査をしますので、心電図モニターをつけて、から、医師が鎮静剤を投与して、眠った状態でやってもらいます。いつもより痛いやつ。腰のさ、骨髄検査のところにさ、痛くないシール今日買ったじゃん。久しぶりかな。あ、そうだね。前が8月だったからもう結構経つんですよね。同じ同じ。そうそう、痛いのはないよ。痛くない。よし。女の子の不安を取り除くように、時間をかけて一つ一つ丁寧に説明をします。骨髄検査は骨に針を刺して中にある骨髄組織を吸い取る検査です。血液疾患の状態を確認するために定期的に実施します。全身の鎮静剤と、局所麻酔で、痛みが抑えられて、今骨に、針が刺さっているところですけども、本人さんの苦痛なく、行えています。この間も酸素投与をしながら、心電図モニター、それから血圧測定をして、呼吸循環動態に問題ないことを確認しながら行っています。検査は眠っている間に無事終わり、病室に戻っていきました。いけるかな？カプセル飲めると楽だね。硬い？粒じゃなくていいから。
こちらはカプセルタイプの薬を自分で飲む練習。専用のゼリーに乗せて初めての挑戦です。ここって、こっから飲んじゃう。できない。一緒に今ゼリーと一緒に飲んだ。そう、ここお、できない。女の子は5歳。薬を自分で飲めるようになれば治療も前進します。常駐している病棟薬剤師がサポートします。今日は、どんな作戦でいきましょうか。はい、はい、今回は、まあ、苦味を抑えるためにゼリーとスプーンの上でゼリーとゼリーの間にお薬を挟み込んで、うん、はい、苦味を抑えて飲み込んでもらいたいなと思っております。はい、いい作戦だと思います。はい、勝った。これでサンドイッチ。サンドイッチ違う。ゼリーサンドイッチ違う。はい、そしたらどうすんだっけ。やったー、すごいすごい。子供は日々成長しています。病院で長い時間を過ごしても自宅や学校に戻った時にスムーズに生活を移せるよう、病棟にはさまざまな職種のスタッフが配置されています。今朝の9時を回ったところです。小児病棟のスタッフステーションでは、院内学級の教員の先生と、看護師とで、院内学級に通う患者さんの申し送りを、毎朝行っています。入院患者の中でも病室を出て学べる子どもたちは同じ建物の中にある院内学級に通っています。2つある部屋は小学生と中学生に分けられ、それぞれ2人ずつの教員が勉強を教えています。学年も違うし、やってる内容がそれぞれみんないろんな学校から来るので、はい、そういう面では多分大変です。学年を超えて一緒に学べる書道や美術作品作りにも積極的に取り組んでいます。廊下や教室は子どもたちの作品であふれていました。一方、最近大きく変わったのが高校生の学習環境です。小中学生のように院内学級がないため、これまではベッドサイドで勉強するしかありませんでした。2年前、空いている病室を医師や看護師が手作りで学習部屋に改装しました。医療用の空気清浄機も、置いて、免疫力が下がってしまったお子さんもここで、勉強することができると。今は高校生がオンライン授業を受け、入院中でも単位が取得できるまでになりました。患者である前に高校生だということを思い出してほしい。森田医師が願う根底には自身の闘病経験があります。まあ、入院してても、まあ、学生であると、ね、勉強もできるという、ことをまあ思い出させてくれるというか、将来に向かってこう勉強したり活動ができるというですね、前向きな空間があったということがすごく支えになりましたし、学習することがこんなにこの闘病している子どもたちのこの心の支えになるのかっていうのはもうその時初めてこう実感して、非常に大事なことなんだなと。じゃあさ、ちょっと治療を受けながらも日々成長していく子どもたち。
退院後の未来を見据えたサポートが続いています。